皆さんこんにちは。今回はアニメの映画僕らの7日間戦争の感想動画になります。この作品は1988年の実写映画僕らの7日間戦争の、まあ、リメイクではないんですが、まあ、つながりのある作品ですね。時系列的には実写映画の30年後になります。そうなると前作のキャラが出てくるかどうか、どうつながってくるかっていうところが気になるところですよね。というわけで話していく順番になります。1つ目、実写映画僕らの7日間戦争と今作の僕らの7日間戦争のあらすじ。2つ目、前作実写映画僕らの7日間戦争について。3つ目、僕らの7日間戦争の印象感想。ここはネタバレもちょっと含みます。で、4つ目はまとめになります。というわけで1つ目ですね。まあ、前作の7日間戦争と今作の7日間戦争のあらすじです。時系列的に前作の7日間戦争の方からいきますね。で、舞台はとある中学校、まあ、そこは校則がひどくて教師が生徒の私物を勝手に漁ったりとか持ち物検査したりとか、まあ、行き過ぎた指導、まあ、体罰なんかも行っていたっていうところですね。生徒たちは、まあ、それに従ってはいるんですけども、どんどん鬱憤が溜まっていって、そんな気持ちを共有する仲間たちと共に授業をボイコットして、で、町の廃工場に立てこもって反旗を翻すといったものですね。当然先生たちは廃工場に向かって生徒たちにふてぶてしくやめるように促すんですけども、子供たちは反抗して、で、工場内に罠を作ったりして反撃します。そして廃工場に眠っていた戦車を動かして大人を脅かします。戦車を持ち出したっていうことによってもう大事になっちゃって、最終的には機動隊も出てくると。それをもう機動隊すらも撃退しちゃったりもするんですけどね。それで最終的に自分たちの正しさを主張したっていうところが、まあ、前作のざっくりしたあらすじです。では今作のアニメ映画僕らの7日間戦争はどんなお話かというところですけども、先ほどもお話ししましたけど、前作から30年後のお話です。まあ、高校でクラスで目立たず本ばかり読んでいる鈴原守、そんな守が思いを寄せているのが幼馴染の千代の綾っていう女の子ですね。その千代の綾は、まあ、お父さんが議員をやってるんですけども、そのお父さんの都合によって東京に引っ越すっていう流れになっちゃいます。ただ綾自身は引っ越しには反対で、その綾の気持ちを知った守は綾を連れて町の古い石炭工場に隠れることにします。まあ、そこでは守が呼んだわけじゃないんですけども、まあ加わることになった、まあ綾が呼んだりとか他の人が呼んだりとかっていう感じで、まあ集まってくる人々がいて、まあ綾の親友の香り、クラスでも明るい相馬、ノリの良いギャル系の咲、まあ頭の良いけども協調性のない咲の幼馴染のヒロトの4人ですね。まあそれに守と綾が加わっての合計6人での廃工場キャンプっていうのが決行されます。けれどそこで6人は今後大人たちと対峙するという理由を見つけることになります。で、前作のきつい校則に反抗するっていう話はちょっと違うんですけども、大人の思い、子供の思いの食い違いが発端であるっていうところは7日間戦争らしい始まりですね。それでは2つ目、前作実写映画僕らの7日間戦争についてですね、これは割と良かったところをポイントポイントでまとめていきます。1つ、きつい校則に縛り付けられた中学生が授業をボイコットするということの解放感。それぞれが好きなことをしたり、学校では秀才と呼ばれていたキャラが異性の強そうなキャラと交流があったり、仲間たちの中で格付けがあるわけでなく、学校から離れてフラットな交流が見れるっていうところは面白くて、仲間感が見えるところでした。2つ目、大人から離れてキャンプ的な自給自足感、まあ、工場を補強したり秘密基地感があってワクワクさせられましたね。で、3つ目、子供たちのキャラクターが立っていた、キャストの見た目もわかりやすいんですけども、まあ、運動ができる、勉強ができる、料理ができる、
機械に詳しいといった、まあ、能力的なところも分かりやすかったですね。自分なら、まあ、どういう位置キャラとして入れるかっていうところも映画を見ながら感情移入もしやすかったかなって思います。で、4つ目、子供たちを縛り付ける教師たちのふてぶてしさがやっぱ秀逸でしたね。学校の圧迫感、閉塞感が強まることで子供たちが学校から離れて工場に立てこもる時の解放感がやっぱ数倍にも膨れ上がるっていうところが見れました。そして明確な敵の存在が浮き彫りになり、見ている側も誰と戦うのかっていうのが分かりやすくなっていたと思います。で、前作の全体的なざっくりとした感想ですけども、正直今となっては演技の方はちょっともっさりしてるし、まあ大人たちを罠で撃退するっていうのはちょっと無理があるかもしれないっていうのはありましたけども、まあ怪我させるようなすごい罠だと逆にまずいですからね。まあいろいろありますけども、それでも今見ても本当に楽しめる作品ですね。キャラクターの個性を見せつつテンポよく進む流れも良かったです。まあ、前作で特に好きな場面は、まあ、一度途中で仲間割れになって割と短気めの男の子安永が一人で出ていくときに、まあ、頭のいい、まあ、秀才の中尾が止めに入って、その時に安永がガリ弁は黙ってろって振り切るんですよね。そこで中尾が、まあ、出ていくなら出ていけ、僕はたとえ一人になってもここに残るっていうシーンがあるんですけど、そこがすごい好きですね。中尾に何があったかっていうのは細かくはわからないんですけれども、中尾がここに来た気持ちの強さや彼の過去すら見えてくるシーンだと思いました。正直それぞれがここに集まった経緯が細かく語られるわけじゃないんですが、それが強い意志を持っているっていうのが合間合間で見えて、まあ、映画を鑑賞している人にも分からせるっていう、それがテンポの良さにもつながっていたと思います。それでは3つ目、僕らの7日間戦争、今回のアニメ映画僕らの7日間戦争の印象感想ですね。まあ、ネタバレもちょっと含んでいきます。まあ、正直僕は88年実写版の印象が強いし、まあ、そういうのもあって最高、今回のアニメ映画最高、7日間戦争はこうだよねとはちょっと言えなかったかなっていうところがありました。まあ、実写版と比較して高揚感とかカタルシスが得られないっていうのは事実なところかなって、まあ、僕の個人的な感想ですけどね。まあ、やはり実写版と比較してしまうので、初めに集まる理由の統一性、戦う上でのキャラクターそれぞれの得意分野といったものが欲しかったなとは思っちゃいましたね、見てて。前作実写版と比較して、初めに恋愛沙汰で家出を目論むっていうところで、自分にとっては7日間戦争っぽさを感じさせなかったかなっていうところでした。その後なんとなく集まったキャラクターたちというのも自分にとってあまりピンとこなかったですね。まあ、後々にマレットっていう存在によって主人公を含めキャラクターたちの大人に抗おうっていう理由は出てくるんですけども、まあ、行き当たりばったり感がちょっと否めなかったかなっていうとこでした。まあ、やはり初めの段階で集まる理由、抗う理由っていうのが明確であってほしかったなっていうのは思っちゃいましたね。まあ、ただ今の時代学校の管理がそこまできついわけではないのかもしれないので、まあ、明確な理由を作るのは難しかったのかなとも思いました。まあ、ピンとこなかったところをいきなり話したんですけども、まあ、終盤の SNS で主人公キャラクターたちの、まあ、裏の顔を出されて、まあ、撹乱させるっていうところは結構好きでしたね。まあ、現代的だと思うし、SNS による安易な悪口、批判っていうのは、現代の子供たちが抱える問題、まあ、やっぱりそこなのかなって見てて思いましたね。もしかしたらこの部分の方をもっと前面に出して、それをそのまま仲間たちが集まる理由だったり抗う理由にしても良かったのかもなとは思いました。まあでも収集は難しいかもしれないですけどね。まああとキャラクターそれぞれが本当に思っていたこと、裏の顔を言い合う部分も良かったですね。
まあ、SNS だけじゃなくて、まあ、言葉で声で語り合うっていうことの重要性が出ていたと思います。あとはやっぱり実写版が好きな人にはセブンデイズウォーと中山ひとみの存在は嬉しかったんじゃないですかね。まあいろいろ言いたい部分はあったし、ちょっと違うなって思った部分もまあね、さっき話したところであったんですけども、まあ、前作キャラが肯定してくれるならまあいいか、まあ、みんな頑張って戦ったもんなって最終的には思っちゃいました。あと最後に思うのは、今の小中高生がどういった感想をこの映画を見て思ったかっていうのがちょっと知りたいなって思いました。やっぱり7日間戦争は子供たちがどう思ったかっていうのが大切な気がしますので、では最後に4つ目のまとめになります。集まる理由、抗う理由が行き当たりばったり感があったり、キャラクターの戦う能力の個別性がなかったりという部分は正直ピンとこなかったけども、ただ現代の SNS 文化の問題性やそれによって苦しめられる子供たちの描写、そして本当の気持ちを口に出して語り合うことでつながりが強まるっていうメッセージは好きな部分でした。個人的にはそこをもっと強めた映画でも良かったのかもなとも思いました。というわけで今回の映画感想は以上です。まあ、よかったら評価ボタン、コメントよろしくお願いします。では失礼します。